はいでは次の記事はですねあの、まあ、会長も TikToker というところでテレビ等で拝見してもご存知かと思うんですけれども、まあ、スシローでの不祥事事件というところで、まあ、スシローの時価総額は160円というところも損害を被りあのいろいろ世間を賑わせている問題だと思うんですけれども、まあ、あるまじき行為だなと。 いうふうに思うんですけれどもただやっぱり今の若者のまあなんか時代背景もなんかこう象徴した事件だったなっていうところも私自身はこう感じるんですけれどもまあ会長自身こう直感的にこう、うん、背景なんていかかがですね私も70で TikTok というのをねおくるまあ、送らせながらやらせていただいているんですけどもやっぱりこれですねすごく問題なのは。 こういうことをあげて「いいね」をもらおうとかですねやっぱりある意味ではこういうことをしちゃいけないしやっぱりもし自分がね分かんないでそういうねお醤油を食べちゃったりねしたら気分悪いいよよねね恐ろしくて食べられないよねだから今もう皿が回ってないそうですねだから皿が回ってなかったいろんなこう対策が打たれてて今までおいしいものを何の不安もなく食べてた人たちが食べられなくなるまあ 損害賠償っていう問題が出てるでしょうけど私はきっちりとやるべきだというふうに思うし安心して暮らせるためにはそういう人たちに責任を徹底的に追求するっていうことをした方がいいと思いますあ、ちょっと間違えましたじゃないんですよこれ故意なんですよね、これやっぱりねもうあのすいませんちょっとやっちゃいましたっていうレベルじゃないんですよで、なおかつねあの 誰にも通知しないでやってたらそりゃそんなことないけどみんなに通知しちゃったんだからやっぱりその責任を取る意味でねもう徹底的に損害賠償してねもう行くべきですよ。そういううういいのはなななとままた同じような結果になってしまうからねやはりこう見る側もやはりそういったのを面白おかしくいいねしたりとかさらに拡散したりとかなんなら切り抜いてまた自分で投稿したりっていうのが相まって多分今回の事件ってこう。 拡散拡大したのかなっていう部分も、まあ、あったりすると思うんですよね。なので、まあ、もちろん発信する側の、まあ、モラルっていうところも、まあ、大切ですし。まあ、見る側の、やはりこうモラルであったりとか、まあ、そういったところも。まあ、合わせてこう、ご必要なのかなっていうのは、そうそうなんかすごい感じた意見でしたね。ね、はいはい、だからね、公序良俗に反すること、違反ですよね。こういうのは通報するとか、それから、あの、高評価は押さないとか、ね。 あの低評価を押すとかまあ低評価を押してもあんまり出てこないらしいけどもやっぱりそうやってねやっぱりそういうことをみんなで防いでいかなきゃいけないこれ面白かったね高評価したらやっぱりそれはね同罪ですよ同じそんなことしたらますますそういう人たちが増えてくるねだからこれだけじゃないですよいろんなあの今ねあのなんだ吉野家でガリをなんかこう食べたところ芸像が上がったりねやっぱりありえないですよね。 ガリを例えばね。食べ放題だから、あの皿に盛ってで食べるんだったらいいけど、ガリのその入ってる。あれをこうやって食ってたら、もう気持ち悪い人ガリなんて食えなくなっちゃうよね。やっぱりそういうことを考えるとね。やっぱりなんかね。時代がおかしいなっていう風うに思いますよね。バズればいいって。そういう問題じゃないじゃないですか。で、そういうことをした。人がやっぱり罰せ。られる やっぱり世の中にならなかったら私はまあ本当はやんない方がいいんだけどそういうことをやっぱり面白がってやって結果として何千万何億って請求されてねそれであのいいんだと思いますよ。そのぐらいにならないとやっぱり懲りない人は止まんないからね私はもう徹底してあのやるべきだし上場借量なんかしなくていいなぜならば故意だからねあ間違ってやっちゃったじゃないんですそれ。 恋の場合はもうダメです。まあ、それを覚悟して、あの、見たらいいなというふうに思います。はい。はい、ありがとうございます。まあ、これからもね、こう、いろんな見る、見られる方も、ぜひそういったところも意識しながら、こう。s. N. S. と、うまく付き合っていただければな。いうふうにう、ねはい、思います。はい。はい、じゃ、会長、今日はありがとうございました。はい。